ちょっと待ってね、一回近接シティから出てえな、これな、ちょっと待ってな。多分下の方行ってれば近接シティから出られるよな。壁、じゃあ左、下、左、あ、左行って、あ、ずーっと左行けるわ、なんだこりゃ、あ、ずーっと左行けるわ、なにこれ、あ、もうわかんない、ここ何で、上行って、じゃあ、一回上、あ、あ、また迷子になっちゃった、ああ、終わりだ、ちょっと待って、なにここ、もう広い、あ、壁だ、左、ずーっと左行ける、なにこれ、ずーっと左行けるんですけど、あ、壁だ、下、あ、ずーっと下行けるんですけど、あ、やばい、なんかダイヤモンドパールのさ、最初の四天王のとかでさ、なんかあったよね、そういうのね。なんかさ、それでさ、ずっと歩いててもさ、なんか行ける、なんだっけ、謎の場所みたいな、波乗りの行けるところ、あれみたいな感じだね。なんか怖えわ、なにこれ、今どこにいんの俺、今すげえ歩けるんだが、あ、壁だ、ようやく壁にぶつかった。ちょっとみんなごめん、一回テレポートしていいですか、ちょっと、X ポケモン、あ、プチェラン、ピキン、なにこれ、ちょっと待って、違った、これ多分違うやつだ、どれだどれだ、これか、これか、あ、ポケモンが選べない、これじゃない、これじゃない、これじゃない、どれだ、え、待って待って、わかんねえ、これがなんだっけ、ピラリーンだよね、チョローンだよね、チョローンってなんだろう、チョローンってなんだろう、わからん、これか、これかな、あ、これだ、これジグザグマ、これポチエナ、これスーパーメン、あ、これだ、これ、このバカで、で、これで強さを見るだよね、あ、違う違う違う、で、一回このカーソルのまま戻って、押して、下押して技を使う。なんで今、ちょっと待って待って待って、もう一回やろう。技を使うでね。で、これ。んで、使えねえんだよ、おい、本当にあいつ使えねえな、ちょっとどうしたらいいのこれじゃあ。マジで積んだじゃん。あ、出れた、あ、よかった、あれ違う、違うんすけど、なんか、BGM が。出れたらなんか道路っぽい音になるじゃん。なにここねえ、ここどこ、あ、出れた、ここどこ、ねえマジでこの超迷子なんだけど今、なにここ全然わかんない、ちょっとやべえ、何もわかんなくなっちゃった、マジで出らんねえし、あー、すげえ歩けるし、すげえ歩けるし、あ、やっと壁ぶつかったし、え、やべえな、ちょっと待って、逆に上の方の道路行ってみる、多分上、右上、右上って言ってればいつか111番道路に行けるんじゃないかという俺の切実な願い、いつか行けるんじゃないかと、いつか111番、あ、なんか来た、なんか来た、なんか来た、え、なにこれ、会話だね。会話だね。ちょっととりあえず A ボタン連打しとこう。とりあえず A ボタン連打しといて、なんかの会話が始まって、え、なんだろうこれ。もうちょっとさ、オメガルビーになってリメイクでさ、全然俺の知らないさ、あれが始まってるからさ、本当にわかんねえんだよな。お、戦いになった、なにこれ、誰、あ、これあれかな、ジムの前にいるミツルとバトルってやつかな。ミツルの挑戦を受けよう。近接ジムの前に行くと透過して出会った密流がおり、バトルを挑まれるかな。ちょっと待って、だったら ラルトスが出てくるはず、ラルトスが、あ、これラルトスだ、これラルトスだ、だよな、そうだよね、あ、やった、じゃあ今ジムの前にいるんだ、え、待って、てか俺ポケモン弱ってね、大丈夫かな、ちょっとダメだ、ポケモンセンターさ見つかんねえからよ、このままちょっとジム挑んで、ここスルーするしかない、この近接シティを、マジでポケセンがわからん、ていうか近接シティのマップの構造が全くわかんねえからな、多分戦う、三つ鉄砲でいいよな、
相手何レベなんだろう、これミツルの攻略本、攻略本だ16って書いてあるな。16くらいだったら勝てるか。なんか相手がなんかした、でそのままずっと俺は A ボタンねんだ。いやーちょっとこれ、いやでも近接シティってテッセンってやつなんだけど、あれなんだよ、あのポケモン使ってくんのがあの電気タイプなのね。で俺沼九郎じゃん、多分ねマットショット連覇で勝てると思うんだよおそらく。おからほら勝った勝った勝った、よし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 、ありがとうありがとう、俺にあのジムの場所教えてくれてありがとう。でこいつ多分あの会話が終わったら多分どっか行くよな。ちょっとどっか行って、いいよいいよ、ありがとうありがとう、楽しかったわ。これね、ミツルの BGM ね、ちょっと覚えとこう。このあのタラララン、タンタンタランタンタタンタンタンみたいな BGM がミツルな。 OK、 じゃあちょっと話長いな、話長いな、ちょっと待ってちょっとこのまま上行けば多分おそらく近接ジムに入れるはず。いけるよな。あ、終わった終わった終わった。あ、まだ会話してる、まだ会話してる、ちょっと長い長いよ会話が、長いよ会話が、あ、長いよ会話が、長い会話が。そして俺の防音のためのダンボールハウスがぶち壊れようとしてる。ちょっと待って、あ、会話終わった、ちょっと待って、ちょっと待って、あの俺の防音のためのさダンボールハウスが、あの俺の熱気とともにバラバラになってくから、ちょっと待ってちょっと待ってね、今補強作業中です。で今会話終わったよな。そういうことは上行けばおそらく近接ジムに入れるはず。来たー、よし、じゃあもうまっすぐ行って、さジムさ、前回のジムこんな感じなんだけど、なんだっけこれ、ジムのバリアは稲妻のマークを床を入り口に近い順で踏んでいけば鉄線の場所にたどり着ける。あーなるほどね、じゃあ多分これと一緒だったら、床にある何かを踏んでいけばおそらく鉄線まで たどり着けると。なるほど、とりあえずまっすぐ行ってみよう、とりあえず行けないと。じゃあ一回出て、ちょ右手の法則使ってこうぜ、右手の法則使ってじりじりとぐるっと回っていこう。じゃあまず右壁、上右壁壁壁壁、おお壁で左行って壁、なんとなくねこうやって やっとけばさ、なんとかさここはクリアできそうだからさ。あれずっと壁だな、狭いなこのジム。待って、左行けない、上行けない、右は今来たから行けるんだよね。横が、あ、壁壁、なるほどね、横の幅がこんな感じね。あーあー、取れないた。おそらく電気タイプだろうから、何番目だっけ、多分右だよね、右の技だよね。戦う右の技、これが多分地面タイプの技だった気がする。あ、待って、ていうかさ俺ポケセン入ってないから、やられたらどっからスタートになるんだろう。やべえ、負けられねえ戦いが始まるこれから、やばいな。あれ俺最後にポケセン入ったのっていつだったっけ。あ、違う、BB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 Bこれさ、ちょっと次から返すると勝ち抜き戦にしような、ちゃんとな。多分このままマットショットでいけるはず。最後に入ったのってさ、多分あれだよね、カイナシティだよね、カイナシティに入ったはずだから、多分カイナシティからスタートなんだよな。うわめんどくせえな、カイナシティもさあれちょっと違うんだよな、多分あのフレンドリーショップとなんだっけポケセンの場所が、あーなんか誰かのレベルが上がってる。あ、こいつは倒したと。どこに、どっかにスイッチがあるんだけど、待って、とりあえず下行こう、左下左下、あーちょっとどっかにスイッチがあるはずなんだよな、ちょっとスイッチを一回踏んじゃえば分かる気がするんだけどな、どこにあるんだろう。壁一方上、
壁一歩下。お、なんだなんだ今の音は。待て、少々鳴ってる、少々鳴ってる。あれあれあれ、 あれなくなっちゃった。あった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 、少々鳴ってる。じゃあこれを踏んだらなんか変わったはず。こうそこ、こうやってやっていこうか。あともう一箇所どっかにあるはず。ちょっと待って、探そう。はい、あれスイッチがなくなった。あれスイッチない、なんで。あれ消えた。あれちょっと待って、あれスイッチなくなったんだけど、なんで。あった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 、踏んだ。確か、あー、待って待って、この辺でさ、なんかあんま下行くとさ、あれなんだよね。じゃあちょっとジグザグに行こうか、こうやって。左の壁に。あー、ぶつかったぶつかった。じゃあ左からまたスタートしよう。じゃあ壁、はい。壁、はい。あ、見つけた！もう一個、スイッチ。多分一回ずつ踏めば、いけるんじゃないかなって思うんだけど。そしたら多分真ん中だよな、どうせ。真ん中から行きたい。じゃあ一番右行って、上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 。あれ？あれ？なんか両方壁だな。あ？壁、壁、壁、壁。開いてる開いてる。あ、すげえ上行ける。あ！あ、行った行った行ったっぽい、行ったっぽい音した。行ったっぽい音した。もう何も見えてないけど行ったっぽい音したよ。ちょっと待って。そしたら、ちょっとまた右から始めようか。あ、降りちゃった。上行って、で、右行って、一番右から始めよう、こうやって。また、こうやって、あー、トレーナーだ。トレーナーだってことはちゃんと移動したんだな。前の攻略本だけで、トレーナーが4人いるはずだから、3人目、今これ2人目だよね。だいたい4人倒したら、もうそろそろ近くに、ジムリーダーがいると考えていいんじゃないか。戦う、右の技、よし、多分マットショット。いやきちいべこれ本当に。で、早く近接シティから出たい。全然攻略も立ってないんだもん、マップのあれが。あれ、誰かのレベルが上がる。あー、もうこの地点で B ボタンねえんだ、そこ。あー、でもあれだ、なんか技を覚えようとしたらなんかなくなっちゃうから、結局 A ボタン連打するしかないんだ、めんどくさ。じゃねえ、これに戦った。またちょっと右行ってみようか。右、壁、上、壁、左、下、壁、左、上、壁、左、下、壁、左、上、左、下、壁、左、上、左、下。あ、シャンシャン鳴ってる。左、あ、壁、あ、左壁、壁、あ、壁。あれ、これ左全部壁かな。そうだね。あ、じゃあ一番左来たんだな。じゃあ次ちょっと右行きつつ。あー、トレーナーだ。オッケー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 。これ3人目な。あと1人と戦えれば多分もうそろそろジムリーダーだなと見て。てかさ、俺なんか陶器の時もさ、あとなんだっけ、ツツジの時も思ったんだけどさ、ジムリーダーの部屋にたどり着いても気づかないっていう問題があるよね。だからちょっと、4人目倒したらずっと A ボタン連打しながら歩こうか。なんかさ、目の前にさ、ジムリーダーいても俺壁とか言ってさ、スルーしてる時あるからさ、右の技。あれ、効果抜群じゃない。あれ、電気タイプじゃないのか、こいつ。あー、やめてほしい。あまり体力を減らさないでほしい。ちょっと沼黒をやられたらあれなんだよ。もう勝てないんだよ。鉄線に。やめて。やめちくり。あ、待って。てか、あれか。電気タイプじゃないならマットショットじゃなくていいんだ。戦う。これがマットショットでしょ。左で、下。これが多分、三つ鉄砲。だよね。OK。あ、よし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 。で、あ、ダメだ、 A ボタン連打して、めんどくさいけど A ボタン連打して、あ、 OK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  勝ったね。そうしましたら、今私どこに、誰かが進化した。誰だろう、誰だかな、誰だったら嬉しい、逆に。
ジグザグマ、ポチエナ、ラクライ、え、誰だろうこれ。あー、これはグラエナかな、鳴き声的に。ポチエナが進化したんだな。じゃあ確か名前があーあーあーだった気がするけど、あ、技、技かなこれは。あ、なんかぽよんぽよん言ってる。オッケー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 。何の技覚えたか分かんないけど、なんか覚えた。あー、でもこれでちょっとグライナーも戦力になったな。ナイスナイスナイス。あーっと、これが多分トレーナーと会話してんだよね。今俺左から来たんだよな。じゃあ、このままちょっと右にジグザグ走行して、なんとなくこれで右にジグザグ走行して、なんとなく、あ、スイッチ押した。あ、またスイッチ押した。待って、あ、終わりだな。あ、スイッチだ。え、ちょっと待って、スイッチ押した。壁、あ、壁か、スイッチ押した。あれ、なんか同じ列にスイッチが2個ないか。これスイッチでしょ。ほら、同じ列にスイッチが2個あるんだ。あれ消えたあれ消えた、スイッチ消えた。あ、どこ行った、スイッチ、スイッチスイッチ、あ、あった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 。え、ちょっと待って、下行くとスイッチオンでしょ。そうだよね、2個スイッチがある、2個スイッチがあるけど俺には何も見えてないから、どこのボタンをどう押せば、あ、どうなるのかわからん。あれあれ、またスイッチがなくなった。スイッチ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 がない。あれ、どこ行った。 あった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 。で、この2個のスイッチの意味がわからん。もうさあ、何もわかんなくて、おおおお、あ、トレーナーだ、よかった。今何もわかんなくてイライラし始めてきたよって言おうとしたところだった。危なかった。あー、このデンデンとデンデンって多分あれだよね、ビリリ玉だよな。じゃ普通に戦う右マットショット。てか、マットショットの PP そろそろやばくないか。大丈夫かこれ。あの、ジム突破できたとしても俺なんか鉄線倒せない気がしてきた。なんかだんだん、ちょっと待ってね。あれってかさ、俺さあれか、岩石封じか、上の技が。あれ変わらない。あ、違う、こいつじゃない、これじゃない、 B ボタン。あれ、俺今沼黒じゃない覚えてんだろ。岩石封じ、岩石封じ、マットショット、水鉄砲。あれ、あと何覚えてんだっけ。あれ、あと何覚えてんだっけ。全然覚えてねえや。あ、泥かけだ、泥かけだ。あの、水ごろあたりで覚えてたやつだ。あー、まあ泥かけあるんだったらまだマットショットの PP 切れても戦えるかもしれねえな。っていうことは、4人目倒したってことはもうこの辺にいるのかな。つまりこの辺にいるはず。この辺に、ちょっとあの、希望が見えてきた。この辺にいるはず、この辺に。この辺にいない？上行けない？まだ行けない？上行けんか、まだ。あ、スイッチだ。あれあれれあれれ、まったくわからない。あれれあれれ、まったくわからない。あ、スイッチあった、スイッチあった。じゃあ右の方のスイッチ押してみる。じゃあ、てかもう開いてんじゃね、上つうか。じゃあ上の方行ってみよう。壁、はい、左の壁。じゃあ一回こう、壁。あ、こいつの壁。じゃあ一回こう、壁。あー、なんかまだ、ジムに行けないっぽいっすね。なんかね、これね。ジムに行けないっぽいっすね。じゃあだよ。まだどっかのスイッチを押してなきゃいけないみたいな、あーだこうだ的な感じなんだろうな。
あ、スイッチある。ここにスイッチあるな。ここにスイッチある。ちょっと待って、あのさ、一回さ、ちょっと真面目にさ、クリアできなさそうだからさ、あのスイッチの場所をちょっと一回覚えませんか、皆さん一緒に。一回出たいな。一回さ、ちょっとあの下の階、なんか一回階段とか登って、なんか別の部屋に移動したよね。一回最初の部屋に戻ってさ、ちゃんとスイッチがどこにあるか確認したいんだけど、ちょっと一回覚えようぜみんな。もうこっからスタートしよう。じゃあここに今俺がいるところにスイッチがあると。で上行きます。上壁、左壁、上も左も壁。ここが一番左上だな。じゃあここが一番左上で、一番下、ここが一番下、左下、一番左下のから数えて、右行って上行って、右行って下行って、お、開いた。で下で、ここがおそらく左下。なるほど。じゃあこの左下と左上のどんぐらいだろうな、真ん中あたりになんかスイッチがあると、要はそういう解釈でよろしいでしょうか。だよね、これだよね、スイッチだよね。1個スイッチの場所を把握しました。で、あと右の方に確か上に並んだスイッチがあるんだけど、それを踏みに行こうか。ここが一番右上かな。じゃあここが一番右上だと、その右上からどっかの一列にあれがあると、スイッチがあると発見したと。で、多分このまま行くと、そうだよね、ここにもスイッチがあるんだよね、スイッチだよね、ま、っていうのを踏まえた上で、あれだよな、あの真ん中の上の方に鉄線がいるとつうわけですな。で、てかもういけんじゃね今。なんならちょっと待って、下行って右もいけないし下もいけない。多分おそらくここが一番右下、ここが一番右下だと仮定して、じゃすぐ待って、あ、ここにスイッチあるのね。ここにスイッチあるってことで、で、ここが一番右下。じゃあ右下のこの辺にあるスイッチがある。で、多分ここの延長線上にスイッチがあるんだよね。ちゅうことはだよ、スイッチの位置を全て、おうおう、あったあった、で把握したと。俺はスイッチの位置を全て把握した俺に もはや敵はいないんじゃないかと。やばい、ちょっと疲れてきて、だなんか思考が回ってなくなってきたんだ、思考が回んなくなってきたんだけど、ちょっと待って、ろれつ回ってませんね。とりあえずだ、3箇所スイッチがあって、まあ、どれかを順番通りに押さないとおそらくあのテッセンに会えないんだよな。じゃあ、はあ、あ、てかとりあえず一番上行ってみるか。一番上行ってみたらさ、なんとなくもう開いてたりしないのかな。あ、でも壁か、この辺壁だよね、これ。あ、ああ、壁壁壁壁、これも壁だよな。で壁、あれ壁だな全部。じゃあ一回下戻って、あ、トレーナーだ。こいつ誰だ、こいつ関係ねえか。じゃあ下行って一回リセットしようか。一回リセットして、じゃあ始めようか。まず右下の方に壁、スイッチがあります。行った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 、これ行った、ちょっと待って、ちょっと待って、この辺にいる。てか一回 A ボタン押してみるか。あ、あれ A ボタン、あ、じゃあいないのか。反応しないっていうことは、ちょっとこの辺に鉄線いると嬉しいな。 この辺に鉄線いないかな。ちょっと今めっちゃ A ボタン連打してるんだけど、おあ、これか、これか、こいつか、こいつか、え、トレーナーじゃないよね、んこいつトレーナーかな、え、どっちどっち、話が長え、話が長え、話が長え、しゃー来たー、しゃー来たー、
てめえおら今一瞬でぶっ倒してやるから待ってろお前。ちょっと待って、ちょっと待って、ここで負けたら、ここで負けたらもう全てがパー、ここで負けたら全てがパー。ちょっと待ってな、待ってな、これ最初のポケモンなんだろう。こいつの一応旧台本には旧あの攻略本には技が、コイル、レアコイル、ビリリ玉ってなってんだよ。コイルってさ冬じゃないよね確かね。冬かな、冬だとしたら地面技当たんねえんだけど大丈夫かな。とりあえずマットショット打とう。当たるかな、当たって、あ、なんだ今の、当たった、今当たってないよ、当たってなくね。あ、当たった当たった、よかったよかった。なんだったんだろう、外したのか、ただ単に危な。でごめん、マットショット連打してもらって、あ、なんだこの音、回復しなかったな相手。倒せ、あれなんか全然倒せない、え、なんでだろう、え、そんな硬いコイルって、え、だってさ電気鋼だからさ多分地面一発だと思うんだけど、4倍で、あー倒した倒した倒した、え、なんでだったんだろう、そんな硬いのかな。え、だったらレアコイルさなおさら勝てない気がするんだけど大丈夫これ。新たなレベルが上がって、あ、なんかポンポンいってる、なんか忘れた。でそしたらだよ、ちょっと待って、レアコイル俺倒せるのかっていうのちょっと重要な問題が発生してるんだが、あ、違う違う違う、ビー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 、大丈夫か、ちょっとこれなんだこれ、なんだろうこれ、ビリリ玉ではないことは確実だけど、え、ちょっと知らないポケモン使ってこられたらやだな、大丈夫かな、マットショット連打で、いけ、いや倒して倒して、このままもう二度と見たくない、しゃあおら、よしよし、いける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 、もうやだ、もうここから出たい、もうこの街にいたくない、あー、この街にいたくないんだ、ちょっと頼むマジで、もうちょっとね、さすがに俺ちょっとこの街にいるのやだ、もうちょっと待って、何もわかんないから、あー、なんかみんなレベルが上がっていく、いやー、なんだろう今の、誰だったんだろう今の、多分レアコイルだと嬉しいんだけどな、あ、これはビリリ玉だ、え、ということはレアコイル使い果たしたのかな、いやー、でも相手がポケモン4匹だったらやだな、今3匹目だよねこれね、とりあえずマットショット連打で、あれあれあれ、戦うじゃないかな、あれ戦うじゃないかな、上、やべ、マットショット使えねえ、マットショットの PP 切れたわこれ、待って、なんだっけ、あの左上の技が多分岩石封じだから下が水鉄砲だよね、で上右、これがマットショットで、多分これが泥かけだったと思うんだけど、これが泥かけだったと思うんやけど、これが泥かけだったと思う、ああ抜群抜群、 OKOKOK、 多分2発ぐらいでやられるんじゃないかな、ビリリ玉程度だったら、いやー勝てそう、いやでも多分沼クロウがやられても、俺ちょっとグライナとか進化したから多分いけると思うんだよなこれな、そうだよね、え、いけるよね、あ、まだまだか、まだか、早くやられて、ちょっと俺もうここにいたくないんだよやべえな、でもさ近接しさ、この後さチャリとかもらわなきゃいけないんだよね、いやたまたま来れたけど近接シティのジムに、ちょっとこれ大丈夫かな、チャリ取らなくてもいけるかな、俺的にいらないんだけどね、チャリね、チャリなしでもいけるかな、ちょっとわからんな、チャリなしでもクリアできるのかな、やめといた方がいいかな、ちゃんと拾った方が、あ、よかったよかった、勝った勝った、よかった、マジでバビでよかった、本当に、いやーちょっとこれはもうきついって、近接シティなんだこりゃ、ジムもちょっとよく分かんなかったし、あ、でもジムのシステムがあれでよかった、旧攻略本と一緒でよかったわ、気づけてよかった、とりあえず終わったんですけど、あ、今回のコンパートの目標これで達成なんで、ちょっともうやらないんですけど、あれなんだよな、ちょっとサイクルショップ風のサイクルショップ風の行ってさ、マッハ自転車かダート自転車をもらわないとさ、ちょっとダメな気がするんだけど、
いやこれ必要だよな多分。いや必要じゃないかもな、いらないのかな。いらないんだったらちょっと俺もうここにいたくないからさ、さっさとさ先進みてんだけどさ。いやいっか、ちょっとそれ考えますわ、ちょっとこの後に、ちょっと一回よく寝てその後で考えます。ちょっと僕も今日ね4時間ぐらいポケモンやってるんで、さすがにちょっともうヘトヘトだわ。まずあれだ、クスの機関長から始まってはるか始まって、いやー長かった、マジ長かった。いやちょっと年内のポケモンこれで最後かな、多分年内やれるポケモン最後で、多分年明けなんだよな。ちょっと年明けたらちょっと忙しくなっちゃうんだよね。というわけでちょっと投稿頻度がちょっと下がっちゃうかもしれないんですけど、ちょっと皆さんその辺はちょっとご了承ください。あー疲れた、もういいや終わりにしよう。というわけで皆さんありがとうございました、また会いましょう、バイバイ。おっす、オラニアス、今回からオラが次回予告するからよろしくな。にしても近接シティはマジで地獄だったな、こんな調子で本当大丈夫か。とりあえずポケモン揃ってきたからみんなの名前決めっぞ。次回目隠しポケモン Z 限界を超えた戦い生命判断士、みんな絶対見てくれよな。